世界史に解決事件ファイル。かっこいい、やっこいい。今回はドイツ史上最悪の未解決事件、ヒンターカイフェック事件についてやっぞ、ほらやっぞ。はじめに言っておくとこの事件、かなりやばい。この事件は未解決事件の中でも特に別格で、あの、切り裂きジャック事件、に比肩するほどのヤバさを秘めている。ヒンターカイフェック事件、は、第一次世界大戦直後の、1922年3月31日に起こった。場所は、ドイツでも南部に位置する、ミュンヘンより70キロほど北に進んだ、現在のバイトホーフェン近郊にあった、ヒンターカイフェック農場で起きた。被害者はこの農場の経営者である、アンドレアス、グルーバーを含む6名。死亡時の名前と年齢、それぞれの関係性をまずは紹介しよう。農場主のアンドレアス、グルーバーは、当時63歳で、供述する理由から、近隣の評判は決して良いものではなかった。妻のセティリアは夫のアンドレアスより年上で、死亡時は72歳。娘のビクトリア、ガブリエルは死亡時35歳で、今回の事件の鍵を握る人物だと言える。その娘、祖母と同じ名前のセティリア、ガブリエルは7歳という若さで亡くなってしまった。そしてこれまた今回の事件のキーとなるヨーゼフは、死亡時まだ2歳だった。ヨーゼフの名字はガブリエルなのかい？その部分は今回の事件で最も重要な点なので、後で詳しく触れよう。そして6人目の犠牲者だが、この人物だけ血縁関係のない、使用人のマリア、バウムガルトナー、死亡時44歳だ。事件は凄惨の一言だった。グルーバー一家は、家主アンドレアスが人嫌いであったためか、半ば世間とは切り離された存在であったため、6名の遺体が発見されたのは、事件が起きてから、4日も経ってからのことだった。4日間も誰も訪ねてこなかったのかい？事件の翌日にあたる4月1日に、コーヒー販売を生業としている、ハンスとエドワルドというシロフスキー兄弟が農場を訪れている。彼らはドアをノックした後窓もノックし、反応がないので農場を歩き回ったが、誰もいないのでそのまま農場を後にした。ただ、その時農場のマシーンハウスの鍵が開いていたのを見たという。機械が置いてある小屋の鍵は開いていたんだね。実際4月4日に、機械修理工であるアルバート、ホフナーという人物が農場を訪れていて、フードチョッパー、なる機械の修理を担当している。ちょいちょい英語が出てくるね。詳しい資料が英語であることが多くてね。なんと訳せばよいのかわからない単語は基本そのまま載せることにした。さて、このアルバート、ホフナーなる人物は、家族の姿は一切見なかったようで、農場からは動物たちの鳴き声だけが聞こえたと証言している。この人物は、4時間半ほど修理を行った後、隣人であるシュリッテンバウアーの娘を訪ね、機械の修理ができたことと、農場に誰もいないことを話した。これ以前から、孫の方のセティリアが学校を無断欠席していたり、日曜礼拝に教会に来なかったりと不審な点があったため、シュリッテンバウアーは、16歳の息子ヨハンと、義理の息子である9歳のヨセフにグルーバー一家と連絡が取れるか尋ねたところ、全く取れないと答えたため、村の住民であるマイケル、コープと、ヤコブ、シグルと共にヒンター、カイフェック農場に向かった。そして農場に到着した彼らが納屋に入ると、アンドレアスと彼の妻であるセティリア、そしてビクトリアと孫のセティリアの遺体があった。さらに家に入ると、2歳のヨーゼフと使用人のマリアの遺体がそこにはあったという。ゲオルク、ラインルバー監察官が指揮を取り、ミュンヘン警察による捜査が開始された。ヨハン、アウミュラー医師が検視を行ったところ、凶器は、ツルハシ、であると見られ、孫のセティリアは、攻撃を受けた後、数時間は生きており、その間に自分の髪の毛をかきむしるという行為に及んだという。それはどういうことなんだね。わからん。どうやら警察もお手上げだったらしく、この後信じられない行動に出るんだ。信じられない行動？被害者の頭部をミュンヘン警察に送り、さらに細かく調べたんだよ。真偽は不明だが、
この際霊媒捜査官に捜査を依頼したという話もある。マジか。わからん。日本のウィキペディアにはそう書いてあるが、海外版にはそのようなことは記載されていない。何せ今から100年も前に起こった上に、捜査資料は第二次世界大戦によってほとんどが喪失しているみたいだからな。正確なところはよくわからんよ。この事件にはとにかくおひれがたくさんつく。媒体によって言っていることが全然違うので、どれが信用できる情報なのか、不明な部分が非常に多いんだよ。海外版のウィキペディアでも、要出典な部分が多く、この事件はどこまで行っても憶測からは逃れられそうにない。霊能力者に捜査させるために現地で頭部を切断してミュンヘン警察に送った、とする日本版ウィキペディアの記述をどこまで信用していいものか。ただ、頭部をミュンヘン警察に送ったのはどうやら確からしい。さて、事件に話を戻すと、金品などにはまるで手がつけられておらず、警察は物取りの線を真っ先に消した。そして捜査の結果、さらに驚くべきことが分かった。今度は何だい？犯人と見られるものは、事件後もヒンターカイフェック農場に留まり、パンや肉などを食していたことが分かったのだ。遺体のある家で、しかも自分が犯行を行った後で、平然と飲み食いをしたのか。おそらくは罪の意識がなかったのだろうね。捜査の結果、6人の犠牲者のうち、最初に亡くなったのは娘の、ビクトリア、ガブリエルであることが推察された。おそらく、事件はこのビクトリアに恨みを持つ者の犯行であったのだろう。どうしてビクトリアは、名字がグルーバーではなくてガブリエルなんだい？結婚したからさ。ビクトリアは、かつてカール、ガブリエルという人物と結婚していてね。残念ながらカールは事件の約7年前に亡くなってしまっているがね。だから娘もセツィリア、ガブリエルなわけか。ビクトリアの次に死んだのが、最年長であるセツィリア、グルーバーで、その次にアンドレアス、グルーバーが続く。そしてその後セツィリア、ガブリエルが亡くなったと推察されている。さて、事件が起こるより前から、ヒンターカイフェック農場とその付近では、奇妙な出来事が続いていた。事件が起こるより半年も前の話、当時ヒンターカイフェック農場の使用人として働いていた女性が、メイドを辞めている。辞めた理由は、屋根裏部屋から奇妙な声が聞こえてきたからだという。彼女は、ヒンターカイフェック農場が、幽霊に取り憑かれていると思ってしまったようだ。お化けなんか怖くないぞ。この声の正体については後で考察するとして、事件が起こる一月前にも妙なことが起きている。アンドレアスが見たこともない新聞をなぜか持っていたというのだ。アンドレアスはこの新聞は配達員が間違えて配達したのだろうと思っていたらしいのだが、その近隣でその新聞を購読している者は、一人もいなかったらしい。また、アンドレアスは例のマシンルームのドアの鍵が壊されており、降ったばかりの雪の上に足跡が残されていた、と人に話していたという。不審者じゃん。さらに時期を同じくして、アンドレアスは鍵がいくつかなくなっていたことにも気づいた。そしてアンドレアスもまた、屋根裏から足音がするのを聞いており、周辺の住民にそれらを話していたそうだ。やっぱりお化けなのか。お化けかどうかはわからないが、これらの証言から、ミュンヘン警察は、犯行以前から犯人が屋根裏部屋に潜んでいた可能性を考えたようだ。ふむ。また、犯行が起きた翌日にあたる、4月1日には、オーブンが焚かれていたのが目撃されていて、何か嫌な匂い、がしたらしい。また同日、4月1日、肉屋のサイモンという男が、見たこともない二人組を見たという証言もしており、事件との関係が取り沙汰された。また、機械修理工のアルバート、ホフナーによれば、家のドアには鍵がかけられていて、外から入れるような状態ではなかったという。じゃあ、密室だったのかい？そうなるな。実際遺体発見時には納屋のドアを壊して入ったようだしな。じゃあ、家にはどうやって入ったの？それはこの事件において重要な点なので、もう少し後で話そうか。さて、ここら辺で、この事件におけるもう一つの大きな謎について話そうか。謎？
ヨーゼフの父親は誰かって点さ。ヨーゼフの姉であるセツィリアは、カール、ガブリエルと、ビクトリア、ガブリエルの子供であろう。カール、ガブリエルがフランスとの戦いで亡くなったのは、1914年と見られており、数字としては合う感情だ。だが、ヨーゼフは事件当時で2歳。じゃあヨーゼフはカール、ガブリエルの子供じゃないんだね。結論から言えば、わからない、が正解だ。だってガブリエルは事件の約7年前に死んでいるんでしょ。2歳の子供の父親であるわけがないじゃん。もしガブリエルが本当に1914年に死んだのだとすればな。だってガブリエルはフランスとの戦争でお亡くなりになったんでしょ。ドイツ史上最悪の未解決事件であるヒンターカイフェック事件には多数の容疑者がいる。警察が取り調べた人間だけで100名を超えたと言われているが、その中でも最有力容疑者と言えるのが、ビクトリアの夫であるカール、ガブリエルだ。つまりお化けの仕業ってことかー。いや、そうじゃなくて、カール、ガブリエルは最初から死んでなんかいなかったという可能性だよ。カール、ガブリエルは、1914年の12月にフランスとの戦いで、アラスという土地において亡くなったことになっている。それが嘘であると?幽霊の仕業であるよりは可能性が高そうだ。第一次世界大戦は、それまで人類が直面したこともないほど激しい戦争だった。一次大戦じゃなくて二次大戦において、戦死したとされる人間が帰ってきたという話は結構あったという。何千万という単位で犠牲者が出た戦いにおいて、全てを把握できていたかは疑わしいだろう。実際二次大戦後、ソ連のスパイになった元ドイツ兵は結構な数いたようだしな。前回話したボドムコ殺人事件の容疑者にも、元ドイツ軍のソ連スパイがいたぐらいだ。詳しくは、ボドムコ殺人事件を見てね。事件の半年前に使用人が聞いた、屋根裏部屋の物音が、屋根裏部屋に潜んだカールの仕業であると考えれば、一応の筋は通る。でもその場合なんでカールは隠れていなきゃいけなかったの?逃亡兵だったのかもな。敵から逃げて故郷に帰ったとすれば、ありえない話でもないだろう。この場合、ヨーゼフの父親はカール、ガブリエルになり、アンドレアスがヒンターカイフェック農場にあまり人を寄せ付けなかった理由もよくわかる。でも、その場合奥さんや義理の両親はともかく、子供たちまで手にかけてしまったことになるよね。この推理の最大の穴はそこだな。それに、それほど広くない村において、それほど長い間姿を隠し続けられるのかは疑問だ。ただ、非常に信憑性の低い情報ではあるが、二次大戦が終わった後、ソビエトから帰還したドイツ兵たちが、奇妙な証言をしていてね。ほうほう、聞いてやろう、話したまえ。複数のドイツ兵たちが、ドイツ語を話すソビエト将校と話したらしいんだが、この人物は自分はヒンターカイフェック事件の犯人だと話したらしい。また、カール、ガブリエルは、生前ロシアに行きたいと漏らしていたこともわかっている。そのソ連将校がカール、ガブリエルなのか。確証はなくとも、決して否定できない話でもあるだろう。他にも何人か容疑者がいるから、紹介しておこう。まずはガンプ兄弟。アドルフ、ガンプは、シレジアで起きた農夫9人殺害事件に関与していたとみられ、当局はヒンターカイフェック事件にも関与していたと見ていた。この嫌疑はかなり長い間続いたようで、1944年にアドルフが亡くなった後は、弟のアントンが取り調べを受けている。兄弟の姉にあたるメイヤーは、死のとこにおいて、弟たちが罪を犯したと主張し、アントンは警察に拘留されている。しかしガンプ兄弟が事件に関与したとする証拠はなく、事件から30年が経った1954年に、審理は中止となっている。30年以上も捜査が続いていたのか。この事件は世界的に注目度が高いからな、ドイツの維新にかけても解決したかったのだろう。事件から約50年が経った1971年になると、テレーズという女性が、カール S、アンドレアス S の兄弟が犯人だと主張した。
テレーズは12歳の時、このザッテルベルグから来た兄弟が母親を訪問した際、アンドレアスがポケットナイフを失ってしまったことを後悔した、というのを聞いたそうだ。実際現場からは誰のものかわからないポケットナイフが発見されていたようだ。だが、ヒンターカイフェックのメイドであったリーガーは、以前からポケットナイフは農場にあったと証言している。また、アメリカのサイコパスであるポール、ミュラーを犯人とする意見もある。この人物は、人里離れた家に住む家族を死に追いやっており、その最強器としてツルハシを使ったという。確かに手口は似ているね。だが、アメリカ人がわざわざドイツまで来て犯行を行うとは考えにくいな。とまあ、このように事件の容疑者は山のようにいるわけだが、有力な容疑者となると、カール以外では3組に絞られる。まずはビヒラー兄弟。この兄弟は、事件の前に辞めたメイドのクレッセンツ、リーガーにしつこく言い寄っていた地元の人間で、リーガーは事件のことを聞いて、ビヒラー兄弟が事件に関与していると思ったようだ。アントン、ビヒラーは、ジャガイモの収穫期になるとヒンターカイフェックの手伝いをしていたようで、彼に対しては犬は決して吠えなかったという。ヒンターカイフェックにいた犬は誰にでも吠えていたのだが、アントンには決して吠えなかったということを、リーガーは何度も強調していたという。ただ、このアントンとカールの兄弟は、リーガーに対してしつこく言い寄ってきており、それをグルーバー家にたびたび注意されていたという。その恨みもあり、兄弟は、グルーバー家の人間は死すべきだ、とたびたび言っていたという。リーガーはまた、ターラー兄弟のことも疑っていた。容疑者に兄弟多くない？単独犯の可能性より、複数犯の可能性の方が高いからな。一人で6人もの人間を手にかけるのは、かなり無理がある行為だと言える。このターラー兄弟は強盗の常習犯で、非常に評判が悪かった。この地域で何か犯罪が起きたとすれば、まず真っ先にターラー兄弟が疑われるというぐらいさ。ただ、それが故に、農場の金に手がつけられていなかったことから、ターラー兄弟の関与の可能性は低いと見られている。というわけで、今回の動画の本題、カールを模様化する、ヒンターカイフェック事件の、最有力容疑者について見ていこうか。まだ他に、有力な容疑者がいたんだね。すでに何度も出てきているさ。事件の第一発見者にして、隣人でもあるローレンツ、シュリッテンバウアーだよ。死んだはずのカール、ガブリエルを除けば、最有力容疑者は彼だと言える。先ほど、ヒンターカイフェック農場は、隅々まで鍵がかけられていたと言ったろう？でも発見者たちは中に入ったんだよね。玄関のドアの鍵を開けたのは、シュリッテンバウアーだったらしい。どうやって？それが誰にもわからないようだ。4人もの遺体を発見した直後だったからね、誰もシュリッテンバウアーの様子なんて気にしちゃいられなかっただろう。いつの間にかシュリッテンバウアーは家の玄関の鍵を開け、いつの間にか一人で中に入っていったらしい。中に犯人がいるかもしれないのに？ああ、明らかに不自然だよな。不自然な点は他にもある。ヒンターカイフェック事件が迷宮入りしてしまった原因の一つに、事件現場が荒らされていて、手がかりがつかめなかったことがある。シュリッテンバウアーが荒らした可能性があるのかい？彼が犯人であるかどうかに関わらず、どうやらシュリッテンバウアーが現場を荒らしてしまったのは確からしい。さて、ここでようやく事件の核心に触れることができる。随分ともったいぶったねー。物事には順序があるのさ。話を少し前に戻そう。ヨーゼフは誰の子供なのか。カール、ガブリエルじゃないの？カールが犯人だと仮定すればそうなる。だが、カールが本当に1914年に亡くなっていた場合、ヨーゼフはカールの息子ではないということにもなるんだ。父親は、誰だい？カール以外に、父親候補は二人いる。そのうち一人が、シュリッテンバウアーだ。もう一人は？アンドレアス、グルーバーだよ。それってつまり、おじいさんとお父さんが同じ人ってことだよね。日本にもそういう例があった。存続殺重罰規定違憲判決の原因ともなった、栃木ジップ殺人事件という事件があってね。
1968年に起きたその事件は、日本縫製市場に多大なる影響を与えた。父親が娘に何度も行為を要求し、子供ができ、耐えきれなくなって犯行に及んだんだよ。実際のところ、ヨーゼフがどちらの子供かはわからない。シュリッテンバウアーが一人で家に入っていった時、共にいた人間がどうして一人で家に入ったんだ、と聞いた。息子のヨーゼフを探しに、とシュリッテンバウアーは言ったらしい。じゃあヨーゼフはシュリッテンバウアーの子供だったのか。それがわからないからこの事件は迷宮入りしたとも言える。グルーバー親子の関係は、周辺住民の間ではかなり有名であったらしい。それと同時に、シュリッテンバウアーと、ビクトリア、ガブリエルも男女の関係だったと噂された。シュリッテンバウアーは、ビクトリアから家の鍵を渡されていた可能性がある。だから玄関から入れたのか。実際のところはわからないがな。でも、そうなると自分の息子を手にかけたことになるの。カール、ガブリエル同様、この推理の穴だな。シュリッテンバウアーはヨーゼフは自分の子だと思っていたが、実はグルーバーの子供であると告げられたのかもしれない。でも、シュリッテンバウアーには他にも子供がいたんでしょ？そもそも、シュリッテンバウアーとビクトリアの間の関係も、憶測に過ぎないけどな。ちなみに、シュリッテンバウアーの最初の妻は1918年に亡くなっていて、ビクトリアとの関係があるとすれば、それからだと言われている。ヨーゼフの年齢的に、ありえるねー。シュリッテンバウアーは、1941年に亡くなるまで、ヒンターカイフェック事件の犯人だとされて、後ろ指を刺され続けたそうだ。シュリッテンバウアーは、死の直前に民事訴訟を起こし、それらの裁判に勝訴したという。犯人じゃなかったのか。さあ、結局はわからないままだな。なお、事件から1年経たないぐらいで、ヒンターカイフェック農場は解体となった。その際、さっきも出てきたポケットナイフと、凶器に使われたツルハシが出てきたという。事件後、6名の遺体は、バイト方辺の墓地に埋葬された。残念ながら、ニュルンベルク警察に送られた頭部は、二次大戦によって消失してしまったらしい。結局のところ、ヒンターカイフェック事件は、多くの謎を残したまま、もうすぐ100年が経とうとしている。果たしてこの事件の真相が明らかになる日が来るのだろうか。といったところで今回の動画は終わりだ。チャンネル登録して、次の動画も見てくれよな。チャンネル登録していってね。